カツサンドカツサンドって高いよねびっくりする毎回値段見てカツサンド食うと毎回歯かけるんだけどなんかカツサンドってそういう効果ありますもしかしてカツサンド食うと歯かけるんだよね今日もかけたあそういえば新幹線でカツサンド食,食った時もあの歯かけたわ何なんだちょっとかカツサンド 歯かけるでちょっと調べてみるか。カッツアンド歯かけるなんて検索してるの俺しかいないよな。<laughs> 出てこねえよ、さすがに。あの歯かけたいの僕だけだったみたいですね。歯医者20日にあるんですけど、マジでね、歯かけちゃってね、どうしようかなって感じ。あの歯の型をね、作ってもらったんですよ。セラミックだけかな。だから、その、 歯がさ、今欠けちゃったからさどうすればいいのかまあ正直にもうカッサンの食ったら歯欠けましたって言うしかないよね前もカッサンの食って歯欠けたんですけどなんかあるんすかねっていういやーだハバーエグアイ7 あの歯医者の人曰く、あく俺が1回目にその「カつタンの食ってかけた時なんかねあの昔歯医者であの銀歯つけてもらったんだけどその噛み合わせが良くなくてちょっとミシミシいっちゃったのかなって言われたやっぱり歯医者はマジで大事その何年後しかで,あのでなんかそういう結果になってるから歯が欠けるっていうその銀歯のきしみでねあの上と下の歯の。 今言ってる歯医者はめちゃくちゃいい全部教えてくれるなんか今回かけたっていうのもなんだろうねあの歯の表面がちょっと薄くなってて今それ原因で多分かけちゃったなんでカツサンド別に硬くもないのになんで俺毎回カツサンドでかけるんだろうかもうカツサンド食わないようにしとこう好きなんだけどさちょっと食わないようにしとこうかな